アンドリュー・プランシェは、フランス人のユグノーナムインを父に持つ、宝石職人、陶芸家、俳優。彼はダービーに住み、少なくとも4人の子、ウィリアムを設けた。アンドリュー・プランシェは1727年か1728年の3月11日に、コーヒー商人だったポール・ブランシェとマリーアン・フルニエの間に生まれ、ロンドンの双方にある、ライダーコーツ・チャペルで洗礼を受けた。 1740年6月30日、ロンドンの金銀採掘組合にほど近い、フォスターレインで開業していた、宝石、金銀採掘、エドワード・モントナワの見習いとして雇われた。そして、名前を、アンドレ・ブランシェからアンドリュー・プランシェに変えた。7年間の見習い期間を終えた1747年9月22日に、彼は、サンパンクラス協会で、サラ・ジョーンズと結婚した。 彼は造形と磁器製作の技術をかつて埋ンで働いていた父親から教わり、17歳の時には早くもダービーで小さな磁器を製作していたようである。1749年に彼はロントンホールのウィリアム・リトラーの下で働いている。1756年からはウィリアム・ドゥーズベリがノッティンガム・ロードに新しく開いたダービー磁器の工房で働いた。 プランシェの母、マリーアン・フルニエと、フランスのバンセンヌ及びシャンティで活動した造形師、ルイス・フルニエとは何らかの関係があるかもしれない。プランシェ自身は、フランスで、ジャンクロード・デュプレシーの弟子として学んだ後、チェルシーで同じ仕事に就いたことでよく知られている。彼の生涯の詳細については記録されていない点も、ままあるが、彼が1751年に一人、 1754年に一人、1756年に二人の息子を設けたのは確かな事実である。先例の詳細な記録によると、妻サラとの間にまずポールが生まれた。次に、ジェームズが生まれたが、1754年12月に生後2ヶ月で死去した。ポールとジェームズはいずれもセントアルクムンド教会で洗礼を受けた。 1756年にはさらに二人の息子が生まれた。マーガレット・バローズとの間に生まれた、非着室師、ジェームズ、妻サラとの間に生まれた、ウィリアムである。1756年1月1日付の合意文書でプランシェは、ジョン・ヒース、ウィリアム・ドゥーズベリと共に、ノッティンガム・ロードに新しく開かれた、磁気工房の運営に参加すると制約している。 この工房が後にロイヤルクラウンダービーとなるのである。彼ら3名はイングランド時期の製作技術及び時期製作技術に関係するあらゆる商品の売買で共に協力することで合意した。しかし1756年の末、プランシェはダービーを去ってロンドンに移り、ウェストミンスターにあるおじの会社、アンソニー・プランシェコーで元の宝石職人に戻った。 1764年、彼はヨークのベーカーが運営する喜劇団で新しいキャリアを始めるため生をフロアーに変えた。その夏の間、彼はこの劇団で北イングランドを巡業して回った。1768年、彼はサマセットのバースにあるオールド・オーチャード・ストリート・シアターでプロンプターになった。彼はここで31年間を過ごした。 そして1805年1月に没し,し同志のサン・ジェームズ教会に葬られた。プランシェ作と思われる、磁気像は希少である。ダービー博物館、美術館には、中国人の男と子供の1752年初期タイプがある。このタイプは1750年から1756年にかけてのドライエッジ時代にあたるものである。この時代は、 地に釉薬をかけず素焼きにしているところから名付けられた。フランス風に作られ、手本として扱われた、いくつかの勝率像の驚くべき出来栄えは、ダービー時期発展の礎となるものだった。ドライエッジ様式の製作は、今日ではプランシェより、アゴスティノ・カーリーニに返せられているが、会社を運営し、特にこの才能ある職人を見出した、プランシェの貢献は重要である。 アンドリューの兄弟ジャックはジュネーブで修行を積んだ時計職人だった。彼はベンジャミン・グリーアミーの助手となり、彼らはいくつかの時計にダービー時期を組み込んだ。ジャックの息子、ジェームズ・プランシェはパントマイムの劇作家になり、また紋章館としてサマセット・ヘラルドの肩書きを与えられた。ありがとうございます。